戦国時代といえば日本国内で領土の奪い合い、つまり内戦を繰り返していたイメージを持つ人が多いだろう。しかし実際は当時世界有数の大国、スペイン帝国の侵略を受けそうになっていた。それを未然に防いだ立役者こそ、皆さんご存知の天下人、大公豊臣秀吉である。スペイン帝国軍の指導者、ズンダモンなのだ。これまで我が帝国は順調に植民地を増やしてきたのだ。我が国の支援した航海者たちはフィリピンやアメリカ大陸などの新天地に到達したのだ。それらの地は武力行使やキリスト教の布教によってスペインの支配下に置くことに成功したのだ。この流れを絶やしてはならないのだ。我々スペイン帝国の勢力がまだ十分に及んでいない地域、すなわち東アジアに手を伸ばすのだ。当時の東アジアには大国、明が鎮座しており、直接的に征服することは不可能であった。そこでスペイン帝国が明への足がかりとして目をつけたのが、日本である。フィリピンやアメリカ大陸の先住民は、弓矢や槍といった原始的な武装しか持っていなかったのだ。だからこそ圧倒的な武力で制圧できたのだ。だけど、日本は明をはじめとした周辺諸国との国交があるようなのだ。いきなり武力で制圧するのは得策じゃないのだ。そこで日本の内情を探りつつ侵略の足場を固める、スパイとしての役目をこの人たちにお願いするのだ。はい、我々ユズスカイに全てお任せください。イエズスカイはキリスト教カトリック派の修道会なのだ。サビエルさんはそこの宣教師の一人で、インドで多数の信者を獲得した実力派なのだ。作戦はこうなのだ。まずサビエルさんたち宣教師を派遣して、日本国内に多くのカトリック信者がいる状態を作る。次に日本国内のカトリック信者たちを先導して、日本の支配層や有力層に対する反乱を起こさせる。最後に反乱鎮圧の名目で我々スペイン帝国から軍隊を送り込み、日本の統治体制を崩壊させる。長期的な作戦になるけど、成功すれば最低限の武力で日本を植民地化することができるのだ。頼もしい作戦です。それでは行ってきます。行ってらっしゃいなのだ。こうして1549年、フランシスコ・ザビエル率いるイエズス会士たちが日本へと上陸した。九州や山口で宣教活動を行い、山口では大名に謁見して、ハイデラを教会兼住居として与えられるなど地盤を固めた。また、ザビエルは日本でどのような品物に貿易の需要があるのかを丹念に調べた。1551年、ザビエルは日本での布教活動を仲間の開始に託して出国。わずか1年後に亡くなっている。知らせによると、ザビエルさんは民に、布教の手を広げようとして入国を試みていたそうなのだ。でも、志半ばで病を患って亡くなったそうなのだ。だけど、サビエルさんの功績は確かに残っているのだ。最近、我々スペインや隣国ポルトガルからの貿易船が次々と東アジア方面に向かっているのだ。日本では火薬の原料となる硝石の需要が大きくて、よく取引されているらしいのだ。日本の有力者たちは硝石を手に入れるために自身の領内での布教活動を後押ししてくれているそうなのだ。1575年の長篠の戦い以降、日本では戦における火縄銃の重要性が飛躍的に増していた。特に硝石を欲していたのが、先の戦いで多くの火縄銃を導入し、武田軍に圧勝した織田信長である。信長と関係を持つことは、スペイン、ポルトガル側にとっても非常に重要であった。信長は将軍を京都から追放し、実質的に機内での実権を握っていたのである。つまり、信長と密接な関係を築くことで、日本の中心である京都で布教活動ができるのだ。京都での布教活動はサビエルさんの成し得なかった悲願でもあるのだ。サビエルさんが残してくれた貿易需要リストのおかげで、サビエルさんの悲願を成し遂げることができるのだ。この調子なら日本植民地化作戦が次の段階に移行するのも時間の問題なのだ。いつでも遠征できるように準備を整えておくのだ。しかし、いつまで待っても日本でカトリック信者が反乱を起こしたとの知らせは入らない。どうしてなのだ？京都での布教が進めば信者の数は爆発的に増えてるはずなのだ。それについては俺が答えよう。急に現れたのだ。一体誰なのだ？
俺は貿易商人、ついこの間、東アジアから帰ってきたところなんだ。日本の様子もこの目で見てきた。それは頼もしいのだ。それで、どうして日本で目立った動きがないのかわかるのだ。それは、ひとえに信長の存在があるからだ。どういうことなのだ？信長が京都での布教活動を許してくれないってことなのだ。いや、布教活動の許可は出てる。信長も小石を手に入れるルートを確立したいようだからな。実際、京都でも他の地域でもカトリック信者は順調に増えてる。人騒ぎ起こすのには十分なくらいだ。だったら早く反乱を起こすのだ。軍事介入する口実が欲しいのだ。そうもいかない。信長は本当に恐ろしいやつなんだ。信長は自分に組みする宗教勢力を庇護下に置く一方、敵対する宗教勢力は容赦なく潰しにかかるんだ。実際に延暦寺や本願寺といった仏教の寺院が、信長と争い、消失の浮き目にあっている。下手に動けば返り討ちになるのが目に見えてるんだ。仏教は日本にとって、千年以上前から信仰されている。馴染み深い宗教のはずなのだ。その仏教の寺院でさえ容赦なく潰すなんて、信長は大魔王のような恐ろしいやつなのだ。そんな中で、日本に馴染みのないキリスト教が警戒されていないはずがないのだ。ああ、おとなしくしてるうちはよくても、少しでも妙な動きを見せればすぐさま一掃されるだろうな。信長は目の上のタンコブなのだ。早くいなくなってほしいのだ。このように日本では信長の存在が抑止力となって、カトリック勢力の台頭は抑えられていた。だが、そんな矢先の1582年、家臣明智光秀の謀反によって追い詰められた信長は本能寺にて自刃する。邪魔な信長がいなくなったの大魔こそ侵略計画を再始動させる時なのだ。光秀を討って信長の意志を継いだ豊臣秀吉は、翌1583年に大阪城の築城を開始する。キリスト教に対する姿勢は基本的に信長の路線を継承しており、秀吉も宣教師に寛大な姿勢を見せていた。そういえば、もうすぐ日本からカトリック信者の少年4人が使節団としてやってくるそうなのだ。天正少年遣欧使節はキリシタン大名大村住忠によって欧州へと送られた使節団である。ローマ教皇への謁見と欧州各地のキリスト教世界に触れて広めた見聞を日本に持ち帰るのが目的であった。1584年、使節はスペインに到着。国王フェリペ2世の歓待を受ける。今の国王陛下はスペインとポルトガル両国の王を兼任しているのだ。つまりポルトガルの領地も実質的にスペインの一部。世界各地に植民地を持つ我らがスペイン帝国は、一日のどの時間でも必ずどこかに日が昇っているのだ。太陽の沈まない国の素晴らしさと圧倒的強大さを、日本の未来を担う少年たちに見せつけるのだ。しかし、スペインの軍隊も日本侵略ばかりに気を取られている場合ではなくなった。1585年から、イングランドとの間で断続的に紛争が続いた。英西戦争である。カトリックを擁護するスペインと、プロテスタントに組みするイングランドとの宗教対立が主な背景とされる。イングランドとの間で海戦が激化しているようなのだ。日本のことも気がかりだけど、今は行くしかないのだ。出撃なのだ。1587年、イングランドの艦隊にカディス港を襲撃されて以降、スペインは海戦の準備を進めていた。約130隻の船、8000の兵士、1万8000の水夫を集めて無敵艦隊を編成、翌1588年に出版する。我らがスペイン帝国の誇る、最高の祝福を受けた大いなる艦隊なのだ。負けるはずがないのだ。しかし、迎え撃つイングランドの艦隊は約200隻の船で編成されていたのである。数の不利となれない海域での戦闘にスペイン無敵艦隊は敗北。ヨニーはマルダの海戦である。スペインに帰還できた船は約半数の67隻だったのだ。大敗を喫した上に悪天候に見舞われたのだ。泣きっ面に蜂なのだ。おや軍人さん、随分とボロボロだな。いつぞやの商人さんなのだ。また東アジアに行ってきたのだ。そっちの様子はどうなのだ。日本が大変なことになっちまってるよ。バテレン追放令ってのが発令されたんだ。バテ？どういうことなのだ。要するに、キリスト教の布教活動が禁止されたんだ。どうしてなのだ。僕らがイングランドと戦ってる間に、日本では一体何があったのだ。九州を平定して筑前に滞在していた秀吉は、長崎の様子について耳にする。長崎を含む備前国を治めていたのは、先の遣欧使節を送ったキリシタン大名の一人、大村住忠であった。
彼の信仰心は苛烈なもので、仏教寺院を破壊し、領民を無理やり、キリシタンに改宗させるなどしていた。改宗を拒否した者を奴隷として売り渡し、その見返りとして西洋の強力な武器を入手しているとも言う。スペイン帝国も異教徒にはそれなりにひどいことしてるけど、その住田だって人もなかなかなのだ。しかも住田はイエズス会に、長崎の無期限使用権と治外法権を与えた。イエズス会はそれを受け入れたんだ。各地で迫害されるキリスト教徒の避難所が必要だって理由でな。それはいいことなのだ。住田も粋なことするのだ。けど、そのせいで長崎港での奴隷売買が見過ごされ、キリスト教徒以外の者に対する迫害が加速してる。で、それに怒った秀吉がバテレン追放令を出したってわけだ。そんなの、住田が暴走してるだけなのだ。宣教師やイエズス会が進んでやってるわけないのだ。そうは言っても、偉い人は厄介ごとの種を絶やしたいだろうからな。具体的に誰がやったかは関係ないのさ。それに、バテレン追放令はあくまでも布教活動と奴隷売買を禁止するってだけのものだ。じゃあ、キリスト教を信仰すること自体が禁止されたわけじゃないのだ。そういうことだ。まあ、領地を多く持ってる大名がキリスト教徒になるには、一定の制限があるみたいだが、それでも禁止ってわけじゃない。信長が生きてや、こうはいかなかっただろうな。確かに大魔王信長なら、宣教師を片っ端から潰していくくらいのことはやりそうなのだ。布教活動が禁止されるのは痛いけど、確かに信長に比べたら幾分かマシかもしれないのだ。完全に禁止すれば貿易もできなくなるしな。メリットを捨てずに制限するってのが、いかにも秀吉らしいや。しかし数年後の1591年、事態は急変する。大変なことになったのだ。日本を統一して長となった秀吉が、我々スペインの植民地フィリピンに服属を要求してきたのだ。当時の秀吉は、琉球や朝鮮に対しても日本の支配下に入るよう要求していた。翌1592年、要求に応じなかった朝鮮に出兵、文禄の役である。また秀吉がフィリピンに服属要求してきたのだ。明の軍隊が介入してなんとか休戦に持ち込んだみたいだけど、朝鮮の多くの地域が日本に占領されたのだ。要求に応じないとお前らもこうなるぞってことなのだ。内政のやり方が恐ろしかった信長とは違って、外政のやり方が恐ろしいのだ。信長が大魔王なら秀吉は大侵略者なのだ。日本は恐ろしいやつばかりなのだ。スペイン及びスペイン領フィリピンは、秀吉の要求には応じていない。しかし、秀吉の見せつけた軍事力が、スペイン帝国の日本侵略計画に対して抑止力となったのは確実だろう。1596年から翌1597年にかけて、さらなる事件が起こる。久しぶりだな、軍人さん。すっかり顔なじみになった商人さんなのだ。また東アジアに行ってきたのだ。ま、そうなんだけどな。俺はもう、あっちの方面には行かないことにしたよ。どうしてなのだ？日本でやらかした奴がいてな。東アジアで商売をしてたら何かと面倒に巻き込まれそうなんだよ。一体何があったのだ？財宝を乗せたスペインの船サンフェリペ号が難破して、日本の土佐ってとこに漂着したんだ。罪にを没収されたんだけど、乗組員がその腹いせにとんでもないことを話したんだよ。何を話したのだ？スペインがどれだけ広大な領土を持ってるのか、どのようにそれら領土を手に入れたかを自慢したんだ。まさか、宣教師を派遣して信者を増やし、扇動して反乱を起こす作戦がバレてしまったのだ。そういうことだ。なんということなのだ。ちなみに、その話は秀吉の耳には。当然届いた。激怒した秀吉は今度こそ禁教を徹底して、日本に残ってた宣教師らを処刑したんだ。国交が断たれるのも時間の問題かもな。そんなわけで、俺は東アジアとは距離を置くよ。軍人さんも、そろそろ引き際を考えた方がいいんじゃないか？さらにこの年、秀吉は再び朝鮮に出兵慶長の役が始まった。それと合わせて、スペイン領フィリピンに日本は申告であり、不要なキリスト教は禁止した。と宣告する。これは絶対に脅しなのだ。まずいのだ。どうするのだ。いよいよ秀吉は、フィリピンや民に手を伸ばす基準を明確にした。スペインやポルトガルにとっては非常に危うい事態となったが、翌1598年、豊臣秀吉が病没。明確な決着がつかぬまま、出征大名たちの相次ぐ退去という形で慶長の役は終結した。助かったのだ。本当に危ないところだったのだ。だけど、領地拡大と断続的な戦争で国庫の負担が大きくなってるのだ。
日本侵略計画は現実的じゃなくなってきたのだ。その後の1600年、関ヶ原の戦いで豊臣家を討った。徳川家康が天下人としての地位を確立。1603年、彼が征夷大将軍となったことで日本は江戸時代に突入する。第三代将軍徳川家光の時代、1637年、キリシタンへの弾圧に反発した勢力による宗教闘争島原、天草の乱が勃発。ポルトガルの援軍を期待して起こしたとも言われるが、ポルトガルは関与しようとせず、反乱は鎮圧された。もちろん我らがスペイン帝国も関与しないのだ。もう日本侵略はゴリゴリなのだ。島原、天草の乱を受けて江戸幕府は鎖国体制を確立。貿易はキリスト教の布教活動を伴わないオランダとだけ行い、スペインやポルトガルとの国交は断絶した。